写真拡大ハグアエール。8月29日、小倉 1R2 歳未勝利ダート1000メートル3着、芝でのデビュー戦。8月直線で力強い伸びを見せ、2003着初戦に続いて着と大敗したが、藤井寛一郎騎手は、芝の前回はスピードを見せたけど、ばったり止まってしまいました。ダートの方がいいようです。と分析した。同馬の他に兄弟6頭が JRA でデビューし、現役の兄ビジョン・オブ・ラブ、ロッサイ3勝クラス、などが挙げた計11勝はすべてやはり差上に適性があるようだ。1000メートルはやや忙しい印象で、距離が伸びた方が良さそう。次開催の中京で1200メートルあたりに投入してくれば、チャンスは十分あるはずだ。内尾篤史。